よろしくお願いします。いやね、ちょっと今日もね、最後ということで私すごい緊張してるんです。私ね、いつも思ってるの、なんで私最後なんだろうと思って。もうさ、なんていうの、もう一番さ、年上でさ、なんていうの、こうね、一番最後じゃない方がいいと思ってるのにさ、いつも最後に、ね、していただいてね、なんかもうね、喋りも下手だし、もうやだちょっと今日いつもに増して喋りが下手ですね、私。今日ちょっと許してくださいって感じなんですけど、そう、1曲目に歌う曲なんですけど、ちょっとね、すっごい難しい曲なんです。あの、私も難しいし、多分聴いてる皆様も難しいと思う曲なので、あの、手拍子をね、多分できないと思うんですよ、私の曲で。ついに初めて、私の曲で手拍子できない曲が初めてじゃねえななんですけども、ちょっとまあ聴いていただく感じでよろしければぜひとも聴いていただければって感じです。あとね、足をちょっと、あのね、これ見えるかな、ネットをねしてるんですけど、足を怪我してしまいまして持久走、これも学生だから持久走やってるんだけど、高校2年生だからね、持久走やってるんだけど、その持久走で足を痛めちゃったみたいで、ちょっとあまり動けないという事態が発生しましてですね、あまり動けないのに昨日大会でちょっと暴れちゃって、さらに痛めちゃったんでね、1曲目ちょっとここで歌いますこのまま歌います。初めてですここで歌います。なので、ちょっとまあ本当にただただ見るだけという私もあんまり動かないしっていう曲なんですけども、まあちょっと楽しんで、面白い曲なのでね、楽しんでいただけたらなと思いますので、それでは、ね、1曲目そろそろ歌えよって感じなので歌いますそれでは聴いてください、スーパーフライさんの覚醒です。よろしくお願いします。
歌わせていただいたんですけど、もう難しくて難しくて、でもね、昨日ね、サインいただけたんですよ。そう、すごい心が温まったなって感じなんですけども、もうね、昨日の疲れがね、もうみんなに褒められた瞬間に、ね、ぶっ飛んでいきました。ありがとうございます。いやね、昨日よりうまかったかな。ね、ちょっとダメなんだけどね、ちょっと昨日よりやっぱうまかったかも、今日。ちょっと昨日すごい間違えちゃったんだけど、なのにね、サインいただけたからすごい嬉しかったんですけども、そんなことどうでもよくって、今さ、歌ってる時さ、この曲すごい低音すごいじゃないですか、分かったかな、みんな。父さんがね、ちょっと低音を上げてくれたりもしたんだけど、低音の時で私、こうやって結構踏んでたんだけど、こっちの足で一回踏んじゃって、あ、やばい、痛ってなって。超痛いの。もう多分 私ね、明日も体育あって持久走まで続くんですけど、いやー明日も多分走れない。もうね、ずっと休んでて体育、今追走、休むと追走になっちゃって一人で勝手に走らされるんですよ、別の時間に。みんながね、遊んでるもの、体育館で遊んでる時に私一人だけ校庭走んなきゃいけなくて、もうそれだけは嫌だと思ってたのに、もう今2回も追走あるの。私ら2時間走んなきゃいけなくて、明日も休むってなったら3時間休まなきゃいけないの、嫌だ。でもね、どうしようもないじゃん。でも持久走でさ、足やっちゃってさ、そのままさ、追走ってさ、ひどくないですかね。訴えようかなと思ってる。訴えようかなって思ってるけど、でもしょうがないよね、私が痛めちゃったのにね。ね、かわいそう私。そんなことどうでもいいよね。違う、そう、言おうとしたら、今日父さんがね、今日来れなくて、私今日一人で来たんですけど、今日父さんとのチェキができませんっていう話。そう、すみませんね、お楽しみにしていただいた、噛みすぎ、お楽しみにしていただいた方はね、申し訳ないんですけども、今日父さんとチェキは、キングとのチェキはできないので申し訳ございませんっていうか、誰が求めてんだよな。あ、ブロマイドは売ってるのでマイナス10円なので10円あげますので、ぜひ来て。意味わかんないよね、マイナス10円って。これ私考えたんじゃないよ、父さんだからね。文句は父さんに言ってください。私は知りませんという話で、じゃあもうそろそろ歌えって話なんだけど、私ね、次はね、この曲さっき、1曲目がね、難しかったから、次はね、皆さんで楽しめる曲をと思ったので、もう、ほんとさ、最後だから、だからすごい楽しめる曲を持ってきたので、もう1曲目言わないから、私、聞いた瞬間多分分かると思うから、皆さん一緒に拳の準備よろしくお願いしますね。いいですか？お願いします。ありがとうございます。よし。じゃあ歌うか。もうね、私、この歌い終わった後がね、ちょっと一番大役をね、今任されてましてですね、ちょっと怖いので、歌うより緊張してることが待ってるので、もうさっさと歌っちゃいます。それでは皆さん、今日はありがとうございました。さあ皆さん、盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。さあみんな、わかるよね、わかるよね。Oh,
ください。